一ノ瀬由美は日本の女性モデル、タレント、元レースクイーンである。神奈川県出身。本名及び旧芸名は中山由美。2013年、鈴木かすみと共にガールズユニットアイリスを組んでライブ活動を行う。2014年、ミス湘南2014にエントリーし、フォトジェニック賞を受賞。2015年、 フロンティアキューティーズの一員として、レースクイーンデビュー。スーパー GT とスーパータイの2カテゴリーで、活動する。2016年、所属事務所を、ファクトからイースマイルに移し、一ノ瀬由美に改名。同年、スーパー GT、RN、スポーツアドボンやると、スーパータイリフ、リアルエステートキバーガールズを兼任する。2017年は、スーパー GT で、 レクサスチームレモンズ、オールテックレディを単独で務める一方、スーパー対9では、小山桃、広瀬美咲と共に、ティーズコンセプト、ティーズガールを務めた。2018年5月、同じ事務所の森園蓮、宮本リオと共にガールズユニット、スマイリーを結成する。2019年は、ディーステーションフレッシュエンジェルズのメンバーとして活動。森園が2016年、 宮本が2018年とこの年にメンバーを務めており、これでスマイリー全員がフレーン経験者となった。2020年1月19日に出演したラピカ撮影会においてレースクイーン卒業を表明。同年12月31日をもってイースマイルを退所し、スマイリーからも脱退した。現在はフリーで活動している。東京オートサロン2017にて、 雑誌動画、ありがとうございます。